ププ主のバンボットだぜ。生徒のマリサです。オタクやは、始めるぜ。マリサ、今回の動画始める前に、ちょっと提案がある。師匠からの提案って珍しいですね。どういう提案ですか？うむ、最近コメントを読んで気づいたのだが、どうも視聴者の中には、わしが小説をオープしていることを知らずに視聴しているようなのだ。わしがこのチャンネルを立ち上げた理由の一つに、ついでにわしの小説ページに飛んでもらって、少しでも読者を獲得したいと思ったからだ。でも動画の最後で、毎回小説ページのことは言っているじゃないですか？それはそうだが、動画の最後まで視聴する視聴者はごくわずかだぞ。大抵途中で終えておる。だからわしは、これからは動画の最初に小説ページの告知を入れることにする。誰かわしの小説、読んで感想を送ってほしいのだ。視聴者の皆さん、うぷ主のバンボクトがかわいそうだと思ったら、小説ページを覗いてやってくださいね。よろしく頼むぞ。師匠の立ち直り、早。それではマリサよ、早速今回の考察始めようか。師匠、せっかくサンダーバード国際救助隊の考察、6回もやってたのに、別の考察ですか？うむ、わしの性格として、同じことを何度もやるのは向いていないからな。違う動画で気分一新だ。まあ、このチャンネルは師匠のものですから仕方ないですが、それでテーマは何ですか？とんでも SF 映画だよ、マリサ。なんですか、とんでも SF 映画って？ざっくり言うと、とんでも SF 映画には2種類ある。意図してとんでもにしたのと、意図しないでとんでもになってしまった映画の2種類だ。その2つ、どう違うんですか？意図してとんでもにしたのは、SF コメディがあるな。メルブルックスのスペースボールとか、コメディではないがフラッシュウォードンなどは、かなり制作側が意図してとんでもにしている節がある。それで、意図しないとんでも SF とは？これも2種類ある。制作当時はとんでもでもなかったが、時代の変化に結果としてとんでもになってしまった例だ。わしが許せんのは、もう一つの方だ。きちんと科学交渉をすればいいのに、それを怠って、とんでも SF にしてしまった例だ。まあ、師匠がお怒りになっているのはわかりますが、まず結果的にとんでもになってしまった例を教えてください。結果的にとんでもになってしまった SF として、スタートレックシリーズがあるな。まさか、あの有名なシリーズがとんでも？聞かせてもらいましょうか、その理由とやらを。うむ、スタートレックのオリジナルは、宇宙大作戦、というタイトルで、テレビシリーズとして登場した。放映した当時、SF ファンは本格的な SF シリーズだと、熱狂しましたよね。そうだ。あのシリーズでは、宇宙に無数の文明が栄え、いろいろな宇宙人が登場する。それはいいのだが、登場する宇宙人、どれもこれもほとんど人間型という点が、今見るととんでもなのだ。そう言われると。まあ、制作当時の予算や、技術ではあれが精一杯だったのだろうが、それ以外の SF 設定は、今見てもうならせるものだったのも、確かだ。ということは、師匠、もしかして、いつか、宇宙大作戦の全話考察、やるつもりなんですか？こらこら、マリサ。そう先走るな。大体サンダーバード国際救助隊の考察も、途中までだ。わかりました。でも師匠、サンダーバードの考察、最後までやり抜いてくださいね。それで師匠がお怒りを感じている、とんでも SF の例とやらを教えてください。うむ、これから語る映画は、わしが映画館で鑑賞して、あまりのひどさに頭痛が痛くなった映画だぞ。そんな、馬から落馬した、みたいな言い方。で、その映画のタイトルは？2017年公開のディザスター映画、ジオストームだ。2017年公開って、随分前の映画ですよ。そうなんだが、このジオストームという映画、約1億ドルという膨大な予算をかけたはずなのに、結果としてとんでも SF になってしまった典型だな。最初に断っておくが、今回ストーリーの紹介はなしだ。ストーリーまで踏み込んで考察すると、この動画、いくらやっても終わらんからな。わかりました。詳しいストーリーが知りたい人は、配信か、ソフトを手に入れて鑑賞してくださいね。まずはこの画像を見てくれ。これは、宇宙ステーションですね。なんかステーションから、ワイヤのようなものが伸びているようですが、なんでしょう？これは気象制御用の宇宙ステーションで、ワイヤは1024個の衛星をつなぐものだ。なんでそんなもの必要なんですか？わしも最初、意味がわからなかったが、想像するに、どうも監督のディーン・デブリンは、衛星が静止するためには、ワイヤで接続する必要があると考えたらしい。そんな無茶な設定。衛星が静止軌道に留まっているのは、自由落下状態で、地球の重力と釣り合っているせいだ。そこを監督は勘違いしている可能性があるな。それに地球全体を網の目のように覆うワイヤだが、そんな構造、極地と赤道の速度の違いで、絶対、よじれてしまうに決まっているぞ。それと、地球全体をすっぽり包むようなワイヤを、どうやって運んだんでしょう？その総重量は、エベレスト一つ分くらいあるはずですよ。まだまだこれくらいで驚いてはならんぞ。今のはほんの序の口にすぎん。これはなんだかわかるか？何か、人の形をした氷ですね。というより、人が一瞬で凍りついた状態だ。異常気象で、砂漠の村が氷に覆われたのだ。素朴な疑問ですが、そんなことって、実際にあり得るんですか？そんなの、熱力学初歩の問題だぞ。どんな冷気だって、人体が一瞬で凍りつくなどありえないことだ。でも、ゲームとか映画なんかじゃ、そんな場面、意外と多いじゃないですか？ファンタジーなら、そんな場面あってもいい。しかしこの映画、仮にもリアル路線で制作しているのだ。それなのに、こんないい加減な描写で済ませるから、わしにとんでも SF とレッテル貼られるのだ。まあ、師匠が何を言おうと、向こうは気にしないと思いますが。そうだな。よし、それじゃこっちも気にせず、どんどんダメ出しをするぞ。これは主人公が乗り込むことになる、スペースシャトルの映像だ。スペースシャトルですか？
なんか、時代を感じますね。まあ、この頃は民間ロケットなどあまりなかったし、今ではスペースシャトルは、それほど有力な宇宙への到達手段とは見られていないからな。それより、画面の一部を拡大した画像がこれだ。なんですか？無数の発射台に、見渡す限りのスペースシャトル？気象制御衛星が実現している未来には、これほどたくさんのスペースシャトルが発射準備に入っている、という描写だろうな。この映画のテーマは、環境破壊に対する警鐘だが、それなのにこんなたくさんのシャトルが発射されたら、環境に悪影響を与えるはずだろう？でも、スペースシャトルの燃料は、水素と酸素で、燃えたら純粋な水になるはずでしょう？二酸化炭素や、窒素酸化物を排出する燃料に比べたら、環境負荷は低いはずじゃないですか？実験室での水素と酸素の反応は、確かに水になる。ただし、シャトルを発射するような膨大な燃焼は、どうしたって有害な残留物を大気に排出する。それにシャトルには、固体燃料のブースターが必要なのだぞ。あ、そうか。さて、これが宇宙ステーション内部の様子だ。これを見て、マリサ、何か気づくかな？随分広くて、人もたくさん。あれ、ここ、宇宙ステーションの中ですよね？なのに、みんな普通に歩いている？そういうことだ。つまり、宇宙ステーションの中には、人工重力が発生しているということだな。まあ、未来だったらそのくらいは。果たしてそれでいいのか？考えてみろ、もし人工重力を発生させるほどのテクノロジーがあったら、どうしてスペースシャトルで、宇宙ステーションに行く必要がある？あ。人工重力場を発生できるなら、ロケット噴射など使わず、そのテクノロジーを使った効率のいい乗り物があるはずだ。確かにそうかも。設定に合わないテクノロジーを出すのは、この映画に限らんぞ。ブレードランナーの、続編の2049でも、釣り合わないテクノロジーを描写しておるぞ。え、そんな場面、ありましたっけ？ブレードランナーで登場する警察車両のスピナーは、空を飛ぶ車だ。前作では空を飛ぶために、ジェットエンジンを使って、車体を浮かせておった。しかし続編となる2049では、明らかに反重力場のような原理で車体が浮かんでいる描写をしておる。でも、前作から30年以上経っている設定だから、その間に反重力が発明されたってことじゃないすか？仮に反重力場の理論ができたとして、それが社会に行き渡ったとしたら、こんなもんじゃ済まんと思うぞ。おそらくエネルギー調達の革命が起きているはずで、冒頭場面の太陽光発電など、必要なくなっているぞ。師匠、ブレードランナーまでイチャモンつけますか？まだまだダメだし、ありそうですね。さてこれは、ワシントンで働いている主人公の弟が、香港にいる知り合いと、電話で会話をしている場面だ。普通の場面に見えますが、マリサよ、ワシントンと香港、時差はどのくらいあると思う？ああ。もしかしたら、相手が香港からワシントンに移動しているのかな？と思って見直したが、そんな説明どこにもない。普通に干渉したら、どう考えても二人はワシントンと香港で、電話回線で会話しているようにしか見えん。どうしてそんなことになったんでしょう？ウィキペディアで検索したら、どうやらこの映画、完成した後、撮り直しが相当部分あったようだ。多分この場面、その撮り直し部分なんだろう。それで前後の辻褄が合わなくなったかもしれん。まだまだありそうですね。全く掘っても掘っても、とんでも描写が出てくるから、終わりそうにないな。これはシャトルが、ステーションのエアロックへ侵入してくる場面だな。エアロックの扉が開放されているということは、この部分は真空にさらされている、ということだ。しかし扉が閉まったすぐその後、普通に乗員が外に出てくる。真空から、1気圧の空気が充填する時間は、10秒もないくらいだぞ。それは映画の省略ってことでいいんじゃないすか？それだったら、エアロックに空気が満たされる過程を見せる、メーターの表示とか見せるべきだ。それと、これはステーションの警備担当が拳銃で威嚇する場面だが、宇宙ステーション内で、拳銃など普通持ち歩くか？誤射して観測窓など撃ち抜いたら、あっという間に空気が抜けて大事故につながるぞ。師匠のダメ出しが止まらない。そろそろ時間も押してきたので、これで最後になるが、この映画のネタバレだ。あ、そこまでやりますか？そもそもこの気象災害はなぜ起きたかというと、国務長官が権力を握るため、大統領と次期候補を同時に殺害し、自分が大統領代行になるためだ。それは完全なネタバレ。国務長官が陰謀を巡らすのは、まあわかる。しかし大統領を暗殺して、自分が権力を握るというのは無茶だ。普通、大統領が死亡した場合、それに代わるのは副大統領じゃないか？でも、党大会で重要人物が全員揃っているって首相がさっき説明したんじゃないですか？大統領と副大統領は、まさかの事態に備えて、決して同じ場所にいることはない。大統領がワシントンにいれば、副大統領がサンフランシスコにいるという具合だ。だから大統領がもしもの場合は副大統領が、副大統領が執務を取れない場合は下院議長がというように、順番が決められている。国務長官に回ってくるのはその後だぞ。なるほど、でも、首相がこれだけ指摘できるほど、穴だらけのシナリオになってしまった原因は何ですか？調べてみると、この映画、監督がシナリオ、プロデュースも兼ねているようだな。しかもこのディーン・デブリンという人物、ローランド・エメリッチ監督の作品を、数多く手掛けているようだ。あ、納得です。それじゃこのジオストーム、評価できる点は皆無だとおっしゃるのですか？いやいや、そうでもないな。映画に出てくるプロップで、一つこれはイケてる、というのが一つあった。このペンのような小道具、一振りすると、なんと、スマホになるのだ。
どうやら透明なディスプレイが巻き込まれているようで、多分、これくらいなら実際に開発できそうなアイテムだ。ふう、随分ダメ出しが出ましたが、師匠、どうしたらこの映画、まともなストーリーになれたんでしょう？一にも二にも、専門家のアドバイスを求めればよかったのじゃないか？と思うな。もしくは、SF 作家の意見を耳にするとかすれば、もう少しなんとかなったはずだ。どうしてそんな簡単なこと、できなかったんでしょう？一つ邪推をすれば、監督のディーン・デブリンが、ヒット映画を手掛けた自信がありすぎ、他人のアドバイスを虚心に受け止める度量がなかったのかもしれん。さらに勘ぐれば、アメリカは有名な訴訟社会だ。アドバイスを求めて、その結果、収益の何パーセントかをよこせと言われるのを避けたかったのかもしれん。今の発言は、あくまで師匠の妄想ですよ。師匠、こんなダメ出し動画、続けるんですか？さすがにこんな動画、何本も続けるのは精神衛生上、ダメージが蓄積するからな、今のところ予定はないぞ。あ、それじゃ次は、サンダーバード国際救助隊、の考察に戻るんですか？それなんだが、ちょっと試案中だ。まあ、まだまだやりたい題材も溜まっておるし、次回は未定ということで。この動画が気に入ったら、コメント、高評価、登録などよろしくね。それでは次回の動画をお楽しみに。